リサ・ジェラルドは、オーストラリア出身の作曲家、歌手。声の範囲はコントラルト。メルボルンにて、アイルランド移民の子として生まれる。移民の家族であったことから、世界の様々な音楽に親しみ、後の音楽性につながった。1981年に、ブレンダン・ペリーと共に、デッドカンダンスを結成し公的な音楽活動を始めた。翌年、 音楽活動を成功させるため、ペリーと共にオーストラリアからイギリスに移住。その活動の傍らで制作されたソロアルバムザ・ミラープールは故郷オーストラリアで録音され、そのアルバムにはアメリカ映画ヒートに提供した2曲も収録された。1996年に デッドカンダンスが解散した後は現在まで、ソロ活動やったミュージシャンとのコラボレーションを行う。2000年、映画、グラディエーターに楽曲を提供、同作品の主題歌、ついに自由にお歌い、ハンスジマーと共にゴールデングローブ賞の音楽賞を、受賞。これにより、それまで一部の音楽マニアにしか知られていなかった。彼女の名が、世界に広く知られるようになった。また、 2006年に長年にわたって作品を提供してきた 4AD レーベルを離脱し、新規一点させソロアルバムザ・シルバーツリーをリリースした。2008年に日本映画イチのサントラを担当。2010年には大河ドラマリョーマデンのメインテーマ曲を歌唱している。現在はオーストラリアに在住。ありがとうございます。